こんばんは、古川です。今回からね、ちょっと前の動画からやってた、DIY の後編をやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。今回ね、やろうと思ってるのが、このもらい物のアイアンのシェルフをちょっと塗装していきたいと思ってます。で、もう一個がトレイリスっていう、ついたてみたいなやつですね、あれを塗装していこうと思ってますので、塗装続きになりますけど、はい、ぜひ参考にしてもらえたらいいかと思います。で、これもらい物って言ったんですけども、ものすごい雨ざらしにしてたんで、すごい錆びたりしてます。ただ、その方がメリットが大きくて、もともとステンレスなんですけど、ステンレスって結構スプレー弾いたりするので、あんまり向いてないんですけども、こうやってちょっとこう錆とかあるとザラザラして、表面の、ツルッとした部分がなくなってるので、スプレーしやすいということで、ちょっとプロに塗っていこうと思ってます。はい、そしたらやっていくんですけれども、ラッカーとかで、鉄が大丈夫っていうものを選んでもらったら何でも大丈夫です。で、致命的に良くないのが、これは室内ではやるものではないので、はい、そこは真似しないでください。じゃあやっていきます。はい、そしたら大体濡れたんですけど、ちょっとね、ザラザラ感出せたらいいかなと思ったんで、前回使った、このストーン調スプレーっていうのもかけようと思います。はい、そしたらこんな感じでちょっとザラッとした表面になりました。はい、もうこれはこれで完成なんで、乾くのを待ちます。はい、そしたらね、乾かしてる間にちょっと次の作業に行きたいんですけれども、まず、僕これスプレーして、10分ほどさーっとやったんですけど、基本的にこんな家にあるかないかっていう話で言うと、なかったりしとるんですよね。なんですけど、僕が言えるのは、一旦何か物を捨てる前に一回加工できないかっていうのを考えて、あんまりね、ガラクタが溜まっていくのもあれなんですけど、一旦ね、こうやってスプレーとかすると全然蘇ったりするんで、物は捨てずに、加工してくださいというアドバイスになります。そしたら、次の工程に行くんですけれども、材料が足りないんで、こう乾かしてね、ちょっと空気もかなり両方出るんで、ちょっとね、乾かしながら、買い物に行ってきます。では、はい、そしたら、買い物から戻ってきました。ちょっと買いに行ったのはね、この石膏っていうものです。これはね、ちょっとペンキに混ぜて使おうと思うので、後ほどに、で、さっきのこのシェルフなんですけど、もともとね、こういうガラスの天板がこう乗ってました。で、ガラスでもいいと思ったんですけど、ちょっとホームセンターに行ってる途中に、あれ、やっぱり木の方がいいんじゃないかと思って、木の天板にすることにしました。で、木を買ってきました。で、ここにね、ちょうどはめ込むように、もうホームセンターでカットしてきたので、このままはめ込めるんですけど、ちょっとね、このままだと色がね、ちょっと反射して分かりにくいですけど、真っ白の木なので、もうちょっとね、雰囲気いいように、これを塗装して、これをね、ちょっとペンキで、これをね、ペンキでちょっと茶色くしようと思います。ペンキなんですけれども、床よりももうちょっとね、黄みを足したいということで、ちょっとこういう感じの黄色っぽい塗料と、床で使った焦げ茶色を足します。はい、こんな色ですね。ちょっと刷毛を買い忘れましたので、4枚塗るだけなんでね、ちょっとキッチンペーパーで塗っていこうと思います。多分ね、もう床に比べたらあっという間に終わると思います。
もともとねキッチンペーパーで塗るとハケで塗るよりムラが出にくいんで、ね、こすりながら塗れるんで。あとね、側面も塗っておきます。裏も塗ろうと思ったんですけど、裏はね、もしかしたらまたね、いつか違うのを塗りたい時が来るかもしれないので塗らずに置いておきます。これもね、基本的には木はね、2回塗った方がいいので、まあ、木を塗るときは大体2回ぐらいと思っておいてください。1回目塗った時は木が結構やっぱり吸うんでね、色がねなんかすごい思ったより薄くなったりしやすいんで、2回塗ると本当に結構違うと思います。では2回目塗ります。わかりますかね、ちょっと2回目塗るとだいぶ雰囲気が違いますね。塗装って、まあ、人間の目で決めるものなので、面積によってね見え方が変わってくるんですね。すごい小さいものを塗ってる時と壁を塗ってる時って見え方がちょっと違って、大きい方が薄く見えるのかな。多分光の量が違うからだと思うんですけど、同じペンキを塗っても面積広いところの方がちょっと薄く感じると、薄く感じるっていうのがあります。はい、じゃあ塗れました。そしたらはめていきます。ぴったりなんですよ。ぴったりで切ってるから当たり前なんですけど。はい、ではこんな感じになってます。こんな感じでね、ちょっと段差をつけるような感じにしてます。ちょっと暗くて分かりにくくて申し訳ないんですけども、こんな感じですね。ちょっと日付が変わってしまったんですけど、続きをしていきたいと思っております。これがね、エイジングしようと思っているトレリスになります。これね、3枚の板がパタパタってなってね、こう立てるとお部屋のね、ついたてになるような感じになっております。で、こんなんてよく昔はなんか家にこういう素材のものってなんかよく家にあったような気がするんですけど、まあもし、押し入れなどに眠ってたらぜひ参考にしてもらえたらいいかなと思います。ではやっていくんですけど、まず上にね、ペイントをするんですけれども、ちょっとね、今まだちょっとツヤがあるので、軽くね、ペーパーで、傷をつけていきたいと思います。結構粗めのペーパーで、何番だ、60番っていう結構粗めのペーパーになります。まずね、塗料を作っていくんですけれども、ペンキを塗るときに、なんかね、こういう風に袋をかませると、後にね、捨てるときにこう新聞とかぎゅうぎゅうに詰めて捨てれるっていうので、すごい楽なやり方が見つけたので、これでいきたいと思います。で、ちょっと白でいこうと思うんですけど、ちょっとね、ピュアホワイトみたいな真っ白のしかなかったんで、この真っ白にね、ちょっとだけグレーを混ぜて若干真っ白じゃなくします。そして、昨日買ったね、あの石膏を入れます。なぜ石膏を入れるかっていうと、ペンキって塗るとこうペタってなると思うんですけど、このね、石膏を入れるとモコモコっとした質感が出せるので、これを、まあ、適当で入れます。はい、そうするとね、こういうもそもそっとした感じになるので、これを塗っていこうと思います。
このね、トレリスっていうのって、まあ、絶対こういう板を合わせたなみなみのこの状態があるんですけど、ここを塗るのがね、すごい今言ったらダメですけど、めんどくさいんです。はい、じゃあ、これをね、裏表やりますので一旦カットします。はい、そしたらね、乾いたんでね、次またペーパーで、やすっていこうと思います。僕このペーパーが結構命と思ってて、どこを剥がすか、どこを置いとくかっていうのですごい見た目が変わってくるんですね。で、どこを剥がすかっていうと、例えばトレリスだったらここを持つ、まあこれ立てた状態だったら、手で持つところは何回も何回も手で持つことによって、剥がれます。で、この足とかこの辺も、蹴ったりしてしまうので、この辺も剥がれたりしやすいです。逆にくぼんでるとことかはあんまり手が当たったりもしないので剥げないので、それをちょっと考えながらいきます。ただこの端っこに関しては絶対に剥げるので、あとペーパーの向きも大事で、例えば手でこうもしますよね、こう持つ、こういう動きはしないんですけど、こういう動きするので、手の当たりやすい方向、ここを横じゃなくてこう縦ですね。それをちょっと考えながら削っていきます。はい、そしたら、ペーパーが終わったので最後の仕上げに、これはねちょっとアンティーク調にする液体になってます。これを薄く塗って完成になります。はい、ではちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、ようやく出来上がりました。ちょっと近くで見ていきますね。はい、こんな感じですね。ペーパーでね、磨いたところが剥げていってる感じです。焼いたりとか、こすったりとか、あと石灰のね、こういうところが石灰でボコボコさせたところです、ね。剥げるところを剥がして残すところを残すって言ったら、まあこういうところですね、手持ちのところとかをなるべく手でよく触りそうなところをよくペーパーで磨くとよりリアルな感じになります。はい、そしたら今回はですね、先ほどの
もらい物の古いシェルフと、こちら家にあった家にあった古いトレリスを、エイジングして無事終わりました。このねエイジングとかのね DIY とかのねもう本当に待ち時間がめちゃくちゃ長くて乾かすのがね乾かしたりちょっと足りなかったら買い出しに行かないとかものすごく時間がね待ち時間とかがすごいあるのでそれがねちょっとまあ大変なんですけれども今日のとかはね割と参考にはできるんじゃないかなと思っております。こんなん家にないよっていう方もいると思うんですけれども僕ね結構ねリサイクルショップとかによく行くんですよ。でリサイクルショップもいろいろあって割ともう綺麗な中新しいけどほぼ新品に近いものとして売ってる店と本当にガラクタ化けようなものばっかり置いてる、店もあるんで結構ねその場では微妙なものなんですけどエイジングするとね割と映えるものが1000円とか500円とかで買えたりするので、もしよかったらリサイクルショップとかも覗いてもらえたらいいかなと思います。結構本当にスプレーとかちょっとペンキとか塗るだけで全然変わるんでね。はい。で、今回僕が最後にちょっとあんまり説明もそんなにせず、使ってたんですけどインターネットとかで検索したら結構ちょこちょこ出てくると思うんで今ねホームセンターとかでもすごい DIY とかこういう自分でエイジングしましょうみたいなコーナーが結構できてたりするんで、近くのホームセンターでちょっとね見に行ってもらったりとかしてもらってもいいかなと思います。普通にスプレーとかはねどこでも売ってると思うんでぜひ試してもらえたらいいかなと思っております。はい、では今回はここまでになりますのでご視聴ありがとうございました。それでは次回お楽しみください。では。